い、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうね。です。はい、今日の動画なんですか。ナルトキャラ語尾口癖クイズ。ナルト。はい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 。はい、ナルトキャラの、まあ、口癖っぽいのを送るので誰が言ってるかを当ててください、うん、うわなるほど、いけるかな。誰さん苦手ですね。私はちょっとにわかなもんでして、ナルトはただそんなにないんで、はいはいはい、まあ、有名なの多いんでね、 K さんとかは結構かなりいくんじゃないですかね、うん、はいはいはい。キャラ名答えるね。そうです、キャラ名答えてください。はいはいはい。で今までね、他のクイズで出たやつも多分あると思うのでね、うん、はい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 、頑張ってください。では、はい、いきます。はい、こちら。あーはいはい、なるほどね、まあ、これはさすがにな、うん、え、罠ないよね。これ外したらもうやめていいよね。やめ終了、漫画ちゃん本日見て終了終了やだなもうちょっとやってたいけどな、漫画ちゃん。では、Kさん。バーン、ナルト。タヤシさん。はい、ナルトだってばよ。正解です。ここまででしょうね、こんな元気なのはこの後もシュンとしだすから、多分この後シュンとしだすから、ね、今だからあの許してくれたもんね。いつもだったら、ね、そういうキャラですかとかって言ってきそうなのに、今日言ってこなかったけど優しかったもんねもうはしゃげないかもしれないはしゃぎここで終了やだな。もうちょっとはしゃいでたいけどな。では次、はい、こちら。あー、いけるいける、いけるよ。シャーンナローってすごいね。はいはい、シャーンナローこれ語尾、まあ語尾か語尾と、まあ口癖ね。あ、語尾と口癖、語尾口癖ね毎回これじゃないもんね、クイズ。よっしゃー、毎回これでね、なんかやばいでしょ、毎回これだったら。俺毎回語尾ね、口癖もありますからね、うん、はいはい、語尾口癖ね、はいはい、うん、はいはいはいでは、ケイさん。バーン、さくら。うん、さくらちゃん。はい、たかしさん。はい、さくら。正解です。シャンだろー、うーん、シャンだろー。昔はね、ずっとこれで怒ってるイメージありましたけど、途中からちょっとね、なんか乙女になりましたよね、うん、はいはいはい、はい、Kさんやっぱその S 系が強いというか、人が好きなんで、うん、ちょっとがっかりしたって言ってましたね、当時はそうなの。そんなことないんだけどな。S 系っていうか、なんかこれ S 系でもなんか特殊なジャンルだよね、 S 系の中で、うん、シャーンナローの S っていう人が好きだからね、うん、シャーンナローっていう人は好きやが、Kさん。シャーンナローっていう人、そんな人いないからね。おかしい、ね、おかしい人、おかしい、おかしいよ。口癖タイプの女性はシャーンナローっていう女性ね。シャーン、うん、いないけどな。では次、これ。はい、はい、これこちらです、はい、これこれこれね、前もね、はいはい、口癖クイズの方で、語尾クイズでやりましたからね、いろんな漫画の、はいはい、これはこの時やったから覚えてます。あの時当たったっけ、田口さん。いや、当たってない。俺どうするしたの、このキャラの名前はい、大丈夫、あれ、これは大丈夫、これ便利やな。今日は出てきた、今日は出てきた、うん。では、Kさん。ワン、コノハマル。コノハマル、田口さん。はい、コノハマル。正解です。はい、よっかけけ、いいぞ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 。ね、これいいね、そんなにこれって思うよね。うん、最初の方はね、そういうキャラが多かったんだね、うん、口癖っぽいキャラが。ああ、なるほどね。いっぱいいた、うん、この辺多いもんね、うん、結構。これこの人ちょっと気になったんだけどさ、うんうん、これだこれっていうの、あ、言うんじゃない、これだこれって。ねえ、ちょっとどれのこと言ってんの、これこれってこと、これこれ、これこれさん、これこれさんのこと言ってるの、これ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 さんの語尾これだっけ違う違う違う、それでそれでやってないでしょ、語尾これだったらめっちゃおもろい、はい、これこれです、これこれめっちゃある気になっちゃった、これって言って、はい、ね、はい、では次こちら、はい、え、うすらトンカチ、これ、まあ、言ってる人ね、はいはい、口癖ね、口癖というか、うまあ、そうね、言ってる人、言われてる人じゃなく言ってる人ね、言われてる人もいるの、うん、言わないで、うすらトンカチなんて言われてる人いんのうすらトンカチって言われてる人いるよかわいそうじゃん、うすらトンカチって呼ばれてんの、いるよ、え、うすらトンカチって言われてるってその人に言ってる人言ってる、ね、すげえ当たり強いじゃん、この人そう、当たり強くない言われたことある、うすらトンカチって、いや、うすらトンカチじゃないけど、田
ったね、知ったかとか恥とか言われてるけど、最近恥の高しとか言われてるけど薄らじゃないもんね。そう、薄らね、うん、薄ら知ったかしじゃないし、薄らつかない、濃い恥、濃い恥って言われてるね濃いめのね、薄めじゃなくて、ね、濃いめの恥、濃いめの恥ね、そっちの方がやだよ、濃い方がやだろ、恥は、恥は薄い方がいいよ、濃いね、薄らとんかち、うん、おー、とんかち、ちょっと待って、全然わかんねえわ、薄らとんかち、薄らとんかち、わかんねえんだ、やっぱこの人は、やっぱ2部から見てるから、わかんない、1部ってこと、あれ後半言ってないのかな、うん、どうなんだろう、後半言ってないのかな、薄らとんかち、もう言わねえか、さすがに後半、確かに言ってないか、でもなんか久々に会った時とかに一言言いそうなもんだけどな、うん、確かに、あ、今大ヒントだね、久々に会った時に言いそう、大ヒントだね今、分からん分からん、全然ヒント なってないよどういうこと今大ヒントだな、大ヒント、久々に会った、うん、後半で会ってないってことか、だから、うわ、すげえ時に言ってる、 K さん、 K さんだけにちょっと送ろう、なんでも正解前提で送ってんだよまだ発表してないんだから、 K さん、 K さん発表してない、もう正解でしょみたいな感じで送んなよ、個人ラインに送った、送んなよ個人ライン、正解を横流ししてるって知らずに、すごい時に言ってるね、ケイさん間違えてるかもしれないよ、うん、これケイさん間違えてたらこれねえ、正解横流しだよこれ、いや大丈夫ね、ちょっともうって全然わかんない、あってたから大丈夫、これか、あ言ってたか、これ、これか、これ、うん、これこれだ、これこれこれ、はい、では高橋さん、はい、バンサスケ、では、K さん、バンサスケ、お、正解です、お、やった、え、ナルトに、サスケ、ナルトに、ナルトに言うのよ、あー、そうね、はいはい、なんかすごい場面で言ってるよ、ほら、わ、すげえとこで言ってる、ラストで、すっげえとこで言ってたびっくりした、思ったよりすっげえとこで言ってたわ、ねえ、うん、すごいとこ言ってるね、これ、あの、画像があんのかな、これね、これもうラストのラストだよね、お互い戦った、もう、そうね、終わった後よ、という画像書いてもな、うん、終わった後、すごいね、両腕失ってそのね、そこが繋がってるところでラストのシーンで言ってんだこれ、うん、18回ぐらい言ってんだって、ああでも見たらそんなもんなんだ、ああ十何回レベル、途中合ってないからね、ああそうかそうかそうか、うん、あの薄らとんかちはさとは言わないから、多分その他の人にはガチ愚痴だもん、ナルトの悪口言う時には多分ナルトはとか言うんだろうけど、裏では言わないのね、裏では言わないです、伝わんないからやっぱそうそうそう、薄らとんかちってなるもんね、薄らとんかちってみんななっちゃう、誰も知らないからね、では次こちら、ま、ほにゃららでしょとか、ま、ないないだろとか、まってやつですね、ま、ちょっと待って、誰、なんかケイさんこういう時ない、もう、ああ言うかもね、え、まあなんとかでしょって言うよね、ケイさん、ああ言うわ、ケイさん言うよね、めっちゃ、あ、ケイさん、ケイさんも言うね、いやいや、ケイさんも正解、ケイさんも正解、確かに言うね、憧れてんじゃない、憧れか、なるほど、ケイさんが憧れてるキャラね、だって前も一時期言ってたし、これ誰言ってんの言ってた、だって前も言ってた一時期言っては言ってねえよまあ、なんとかでしょ、まあ、いやなんか結構割とその癖はないよね、癖ない、ま、そうね、ね、ま、なんとかでしょって別に日常でも言うもんね、言うね、まあ、うん、ナルトのキャラで、まあ、代表的に言うキャラがいるって感じですね、はいはいはい、うん、ま、なんとかでしょ、ま、ま、まあ、え、まあ、まあ、まあ、まって感じかな、ま、そんな短いの、ま、ま、瞬足の間、ま、瞬足の間、ま、なんとかでしょ、ま、ま、まあ早いね、全然わからない、全然わかんないわ、この人だよ、わかんない、この人か、はい、なんか言ってそう、はい、うん、はい、では高橋さん、はい、ば、ま、しかまるでしょ、しかまるさん、しかまるだったら違う言葉だろう。じゃあケイさん、バンカカシ、カカシ正解はカカシ先生です。おーい、カカシ先生か。は、まあ、何々でしょってね、言うんですね。まあそんな頻繁に言うかわかんないですが、はいはいはい、まあ結構言いますね。そんなまって言ってた。
うん、ちょっとこの和やかにしてくれる時もありますからね、かかし先生は。はいはいはい、間によって、うん、そう、間によって和やかに間どういうこと、切り替えの間ですね、だから切り替えの間切り替えの間ってなんだよ場の空気をね、いろんな間があるけどね、これ切り替えの間として使われてますいろんな間あんの、他何あんのよ、いろんなの、切り替えの間、切り替えの間クソ外した、次、はい、はい、ついに外した、外しちゃったよ、怖いよ、もうこちら、あ、これは、うわ、うん、やられた、やられたわ、やばい、大変なことが起きました、はえ、サングラスがぶっ壊れた、え、サングラスがぶっ壊れた、新しいの買ったんじゃないの、古いやつ、そう、まだ来てないのよ、え、やばいじゃん、サングラス壊れそうだから買うとかって言ってたもんね、言ってた、そう、まだ来てないのよ、あ、やばいやばいやばい、ってやるときに壊れるってどういうこと、やばいやばい何したの、ま、やばいやばい、ま、大丈夫でしょ、待って大丈夫でしょ、めんどくせえ、まあ大丈夫でしょ、めんどくせえ、あ、やばい、うすらとんかち、結構いったな、うすらとんかちだな、これ、結構いった、結構いったわ、普通にあのミンゴのやつにすれば、うん、ミンゴのやつにしようか気持ち悪いけどあれ気持ち悪いんだよな、あれか、あのモーフィアスね、あれかモーフィアス、もうバキッといっちゃったよ今あるのはミンゴか、ミンゴか丸メガネ、どっちでもいいよ、カードウォッカメガネ、ウォッカメガネ、あ、ウォッカが、まあウォッカウォッカ、まあミンゴか、まあミンゴがいいんじゃない、ミンゴが、あとは意味のわかんない変なやつね、え、何それ、あの一番初期の頃のやつ、違う一番初期のケイさんが実家時代でやってたやつ、違う、ああいうシュッとしたやつじゃなくて、もっと変なやつ、もっと変なやつ、何、全然覚えてない、え、今日はミンゴでいくか、うん、うん、ミンゴやばいからな、一番結局、結局やばいんだよねこれで別にあのみんなしか分かってないよ、これ見てる、そうなんだ、あの俺ら、あのだからリアクション取れないのよリアクションなしだよ、だって今もうそれなってるんですかなってますよ俺ら見えねえから一応写真撮っとこうかね、一応写真撮って、一応インカメで写真撮っておくとこは、ちょっと待ってね、一応送っとくね、うんうん、はい、送りますよ、はいはい、やばいやつだな、海兵なのに海兵の帽子かぶってミンゴグラサンしてんだよな、やばいやつだな、ついにちょっと白サングラスいっちゃいましたね、まあでも今ちょっと、ね、取り寄せてるんで、今取り寄せてるんで、あ、よかったね、じゃあもう今日これでいくんだ、だから今日の撮影今日の撮影これでいただきます通常それで言ってんのめっちゃおもろいけどはい、はい、では高橋さん、あ、ちょっとまだ書いてねえよ、はい、書いてないか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 、壊れたから、はい、それどころじゃないからね、はいはいはい、書きました、はい、では高橋さん、はい、バーンしかまる、しかまる、Kさん、バーンしかまる、正解です、わー、はい、こっちだったわ、そうだ、聞けばわかったわ、聞けばわかったわ、これわかるでしょ、わかった、は聞いたら、しくしょう、薄田トンカチですね、ほんと、これ間違えると薄田トンカチって言われた、これまずケイさんもメガネ壊れて薄田トンカチだもんね、薄田トンカチ今2位いるよ、薄田トンカチポイントも今1点ずつだ、じゃあでは次、はい、こちら、うん、まあ、うんとかこういううんとかかな、うん、うん、え、誰誰これ、それはもうお母さんとかにちゃんと口で言いなさいって言われるやつやん、これ、うんって言って、うん、うんって言ってお、おかわりでしょって、おかわりってちゃんと言いなさい、そうそう、ねえ、この茶碗出して、うんうんねえ、あのカンタ君みたいなね、あの、あ、カンタ、ねえ、うん、あ、カンタか、水溜りボンドの、そっちのカンタじゃない、言わないでしょあんま口悪い感じじゃないよ、トミーばっさんばっか喋ってますもんねいや、ちょっと喋ってる喋ってるカンタ君もうんって言ってるね、うんうんうんとか、うんってやってないでしょ、伸びないよそんなだったら、何百万人もいないよそんなの隣のトトロよ、あ、ちょっと待って、隣のトトロよ、ちょっとわかんないな、なんかこの、ね、んの後のセリフないの、んの後のセリフ、いや、それ言ったらわかっちゃうよ、それ言ったらわかんの、わかっちゃう、いや、わかるかわかんないけど、それはないよ、だからさっき、ま、みたいなことよね、はいはいはい、うん、普通に喋るだろ、この後は、うん、え、普通に喋るのこの後どうだと思ったの、もう普通に喋る、うん、あ、そういうことじゃないよ、うん、
っていう。だからちょっとあの単が絡んでるのかな、わかんないですけどね。それは俺の推測やけど。単絡んでんの。絡まなそうなキャラだけど、実際はちょっと喉悪いのかもね。喉悪いの？余計なヒント与えないでよもう。混乱するわ。わかんないな、出てこないな。ちょっともうわかんないな。うん、ちょっとヒントもらう？敵か味方かぐらいのもらう？うん、味方。味方。爽やか。爽やか。爽やか。そう、味方で爽やか。じゃあ長寿は違う。爽やかでしょ。え？長寿も爽やか。爽やか。長座はね、嫌なやつですけど、お父さんね。だからそれは。それはたまたまだし、まだ分かんないでしょ。違うだろ。違うだろ。似てるだけだよ。似てるだけ。なんかナルトに嫌な態度取ってたのが長座なんじゃない仮説ね。そうそうそう、ナルト殺そうって、うん、おーって言ってるやつの人にね。似てるだけだろ。長座に似てるだけよ、絶対。味方で爽やかなやつ、ま、誰よ。あいつか？でもこんなこと言ってたかな。これ爽やか？これ爽やかって言う？うん、俺これちょっとあんまよく分かって、でも爽やかだよな。いや爽やかか。強い強い人。あ、じゃあまあこれ。強い。でも分かんない。強いって結構どのぐらいの強さかによって違うよ結構。確かに一部の強さと二部の強さでね。うん。で強いよ。じゃあ違うか。味方で結構強いの。結構強いね。味方なのしかも。味方だろうね。まあ敵か味方言ったら味方だね。結構強い。ちょっと待って、全然出てこないな。爽やかさんで。爽やかじゃねえ、こいつ。全然爽やかじゃないわ。味方で、結構強いの。爽やかさん。爽やかさん。結構強いの。それ結構、うんね、ちょっと、どのぐらい。あ、やべえ、名前どうせした。それで当てようとしてるやん。んで当てようとしてないもんね。強いよ。ね、んで当てようとしてないもんね。どのぐらいだから、結構のその結構もあるじゃん。うわ、やべえ、名前どうせしちゃった。別の戦いしてる。じゃあ、暁レベルより強い可能性はある。まあ、そんくらいだもんね。マジ？そんなやついた？いや、ちょっと俺出てこない名前が、あの人。あれ、あの人、ね、名前が出てこない、どうするした人はどうするよ。ありえないどうするしている、今。やばい。やばい。好きなの、俺、あの人しかも。やべえ、ちょっとどうしよう。いい名前違っても この人この人ってのは伝えるから。じゃあ一応な、推測の名前も書いていくよ。はいはいはい。 0.5 点だけどね、それは。ちくしょ。こっちじゃなくて、こっちじゃなくて、やべやべやべ、この人か。もう爽やかで言ったらここだな。で、結構強い。ここじゃない、うん、でも言ってたあれ、あの人なんだっけ。やべ、なんで電話出てこないんだ。ちょっと名前が出てこない、どうしよう、これ本当に本当にやばい、どうする。なんで出てこないんだ。誰よ。あの人だよ。だからでもあのあだ名は出てきたの。あだ名は、あだ名、あだ名で書いて、あだ名でいいや、うん、あだ名でいい、うん、いいよ。はい、では高橋さん。はい、バン、ゲジマユ先生。ゲジマユ先生、爽やかか。ゲジマユ先生、爽やかか。いや、なんか爽やかだみたいなこと言ってない。爽やかな人生なりみたいなこと言ってない。いや、本人はもしかして言ってるかもしれないけど。言ってるよね。周りから見たら暑苦しいでしょ。爽やかでしょ。本人言ってんだから。本人言ってるじゃん。ねえ、人生は青春だみたいなこと言ってたよね。ほら、爽やかじゃん。言ってるね。爽やかじゃないでしょ、人生青春だって言ったやつ。暑苦しい。暑苦しい。で、名前が出てこないっていうね。名前は、まあ、じゃあ後で教えてあげるよ。後でね、そぼろ先生ね。そぼろ。そぼろ。そぼろ先生のことでしょ。誰誰。そぼろ先生って言われてんの。そぼろ先生って言われてんの。そんなやついねえよ。やめてよ。騙せなかった。騙されてとかだったよ俺。そんなこと言われてる子もあるんだと。あ、そぼろ先生って言われてんだ。ツッコミ、ツッコミに突っ込めないから俺、知らないから。では K さん、はいはい、バーン、みなと。みなと、でも言ってるこんなこと。正解はみなとです。うわ、マジか。やったマジ、うん、って言ってるらしいですね。まあ、言ってますね。おかわり言わないタイプなんだ。へ、だなんかいろいろあったんじゃない、その親があんまりその仕事でいないとかね、うん、だからちょっと心開きづらいみたいなのがあったのかも。おかわりと素直に言えずにね。言えずに、まあそのしょっちゅう言ってないかな。でも言ってるコマはね、ちょくちょくありますね。へ、うん、頭につくの、うん、そう、うん、なんとか、さっきも言ったろ、俺の息子だよとかね、はい、って最初に言うと。なるほど。
まあでもこれむずいかもね、そんなに言ってない気もするね、うん、確かに。で俺の方のあの人なんだっけ名前、俺の方のあの先生の名前、ね、肉先生極戦みたいな。チャーチャララーチャ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 ーって来る肉戦肉先生、ちょっと全然名前思い出せないわ、やばい。でもこの後来るかもしんないからか、うん、最後に教えて、じゃあ最後に終わったら教えてね、うん、うん、その後来たら地獄や、汗回ってらんないじゃん。その先生来たら、あの当てらんない、マジでやばい、当てらんないんだよ、その問題来たらやばいよ、マジで。では次こちら、うわもうシンプル運。シンプル運はもう無理だよ。あ、ケイさん早いね。早いじゃない？いや運ってだってそみんな言うよ、運は言ってたよね、他の人より言ってるね、多分他の人より言ってる、運ってやつも言うよね、多分ね、この人。そう、あれこの人だっけ、ちょっとヒントちょうだい、ヒント。敵です。敵、うん、あ、うん、あ、敵か、あ、あいつか、なんか今パッと来たの、もうこいつ言ってなかったっけ。はい、はい、では高橋さん、バン、デイダラ。ケイさん、バン、デイダラ。お、正解、デイダラです。やったー、素晴らしい、やったー、出てきたわ、確かに言ってたかわ、天才。天才まで言ってくれるの。甘アマー天才の基準。うんって言いますね。うん、うんって言ってるわ、言ってるわ、確かに。うん、ケイさんも言うね、よく、うん、言うわ、ね、ケイさんも、ね、いろんなキャラに憧れてるからね。ナルトやっぱ好きだからか、やっぱり。そうなんだよ、いや、 やっぱ最初ナルトで攻めたの間違いじゃなかったんだね、だから、うん、半年ぐらい長い金髪のね時代あったもんね、デイダラみたいに。で、あの、ね、手のひらに口書いてね、書いてた、ね、い、手のひらに口書いてたもんね。すげえやばいやつでしょ、俺は。じゃあ、もうちょっといきます、こちら、はい、あ、これはわかるよ、さすがに。あ、イエー、うわー、これはさすがにわかるよ、これは。これはこの人でいいんだよね、多分。あ、イエー、もうこの辺からなんだからね。読み始めたの。そうそう、遅すぎ、遅すぎるって。暁から読み始めた、暁編から、相棒だと思うんですよね、後半の後半じゃない、結構。うん、そうだね、最終章の手前ぐらいだもん、ね、デイダーとかもいなかったでしょ。もういないと思う、この辺は、うん、ね、でもあの読んでた時はもうそのデイダラぐらいだった気がするから。ああ、なるほどね、そうそう、だからもうこの人はもう師匠兼相棒だと思ってたから、俺が。こいつ。俺そんな思い出ないよ、こいつに。うん、めっちゃ思い出あんだから、こっちは。この人がナルトね、強くしてくれたと思ってるから。恩人、師匠、恩人であり師匠であり。うん、では高橋さん。はい、バー、キラー B。キラー B。じゃあ K さん。はい、B。正解はキラー B です。ああ、よかった、びっくりした。あ、キラビーだよね、うん、うん、キラビーやってんのおもろいね。なかなかね。まあ、こいつがしか言わなそうだけどね。確かにこれは確かに癖はあるよね。あとバカ野郎、この野郎も言いますね。ああ、言うわ言うわ、うん、あとやたらとラップ言ってね、理由ね、変な人、意味わかんないんだよな。いや、変な人で、あんな人いなかったんだもん。キャラ濃かったよね、確かに。しかもそいつ強いんだもん。強かったね。ではじゃあラスト、はい、こちら、はい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 、あ、やべえ、名前が。テバネ。テバネ。あれ、どっちだっけ、テバネ。あれ、これ、ナルトだけだよね。はい。ナルトキャラ以外、最後出さないですよ。いや、違う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 。あっちは出ないよね。はいはい。続編の話ね。続編の話。あー、出ない。あー、出ないよね、言う人。あー、そういうことね。じゃあ、テバネがだから、これな。ボルトは出ないですよ。はいはい。ボルトは出ない。オッケーオッケー。はい、ただ、名前が出てくるんですか、どっちなんだい。うわ、名前合ってるよな、これだっけ、これだよな、あれ、このこれがそう、これがそう、あれ、これラスボスの名前、はい、書いたよ。はい、では高橋さん、はい、バン、クシナ。ケイさん、バン、クシナ。あー、よかった、正解はクシナです。あー、よかった、あー、よかった。あれ、ラスボスのあの女のあいつの名前なんだっけ。刺身よ、刺身、刺身。ラスト刺身だった。刺身、そうよ、いや、そうじゃん、刺身だった、刺身 VS ナルトの物語、いや、そうだよ、ね、練り物か生物か。どんな戦いよ最後。加工品の方が強かった。加工品が勝ったんだ最後。そう、これが人類の力って。そう。どんなオチだよ最後。
最悪だよ。刺身。刺身、うん、刺身がチャクラの生みの親か。うん、あそう。で結局あの先生の名前も思い出せないし。ジリ先生、ジリだよ。ジリ。ジリ。ジリ？うん。それ何？ジリジリ熱いってこと？な本当のこと言ってんのにずっと。絶対違う。なんで言ってる？刺身でもジリでもねえもん。だってピンときてないでも俺が。いや、いやあそうだそうだ。知らなすぎたんでしょ。違う。知らない確かに知らないし今マジでド忘れしちゃってるけど。うん、で好きなんだもん俺あの先生のこと。だからジリじゃないのは知ってる。ジリ先生だ。ジリじゃないって。ジリ先生ね。そんなジリジリジリって。なんかの熱い感じしなかったもん名前は。ジンリーだよあのジンリー子供の方は子供というかあのジンリーいやじゃそっちは知ってんだ。マナ弟子の方はジンリー。マナ弟子はロックリーは知ってんだそれ知ってる。ロックリーは出てきたのジンリーじゃない。ジリとジンリージリとジンリー全然知らないじゃん。ネーミング下手じゃん。いや、ピンとこないよ。違うんだから、絶対。絶対違う。まあ、ちょっと待って、なんで俺出てこないんだ。なんで俺出てこないんだ、マジで。ダメだ。知らないんだね。知らなくない。知らないよね。知らないけど、うん、人類じゃないのは知ってるよ。刺身でもねえし。刺身は本当。刺身は違うよ。クシナみたいな感じだったね。でもね、なんかクシナみたいな、なんかそういう昔の、わあくそもやもやしてる。さん全問ですね。マジでマニアじゃん。詳しいよねやっぱ。うんね、本当だからその人並みには知ってんじゃない。そのナルトを知ってる人ぐらいは知ってんじゃない人並み、うん、だからあの別にマニアってことじゃないでしょ。そういう意味では。いやマニアですよ。マニアって言ってる佐藤さんはマニアがってつけるからいやつけないでよ。マニア VS にわかね。マニア VS にわか、つけないよ。つけないでよ。勝手にマニアじゃないから。ケイさんになるとマニアになるのおもろいな。でもね、いやマニアにするよ、ね、もう、ね、するなよするなよタイトルだけでもそうするよ、ね、ダメだよ。しちゃタイトルだけでした、ね、タイトル出しちゃいけないんだよ。ね、タイトルだけ一番ダメなんだよ、そこをやっちゃう。紹介も、紹介も、あのネームプルートもマニアって書いてある。ナルト大好き。ダメなんだよ、そこやっちゃう。ナルト大好き系 YouTuber ね。しよう。しようよ。ダメなんだよ、それやっちゃだよ。はい。はい。はい、今日ここまでで、はい、最後まで見てくれてありがとう。ぜひ、チャンネル登録お願いします。メインちゃん、食べちゃんも見てください。つかんでね、足も出しもまたね。マニア強かった。ダメなんだよ。